ウオズ城は、富山県ウオズ市にあった、日本の城。別名、オズ城、または、オド城。松倉城の市場の一つ。天正10年6月の本能寺の変直前の、ウオズ城の戦いの際、柴田勝家率いるオダ軍が行為していた城として、有名。ウオズ市指定史跡。富山城閣カードナンバー4。伝承では、県務2年。 シーナ孫八入道によって築城されたとされる。城の周囲は、鴨川、角川、富山湾、友道の沼に囲まれた場所に立地し、本城は二重の堀と石垣に守られ、天守閣も備えられていたと伝えられている。戦国時代に、シーナ安亀が、上杉氏から離反すると、シーナ氏を追悼に出た上杉軍の手に落ちた。 以後、上杉氏の越中支配における重要拠点となり、川田長近が長く城代を務めた。天正10年のウオ城の戦いで、織田軍と上杉軍が、凄まじい攻防戦を繰り広げた。しかし、直後に本能寺の変の方が届いたため、織田軍は撤退し、すぐに上杉軍が奪回した。その後、天正11年に体制を整えた。 ささなにより再び行為され、上昇、菅光地川海上市品野の海津城に転出した、その成政も、富山の役で、前田、上杉軍に攻撃された上、秀吉の大軍の前に降伏、天正十五年に、日ごい放されたが一気が発生死亡つらくした。文禄四年には、前田利長に、新川軍が加造され、上杉家の越中州から、軍内の諸城を受け取る。 これにより、長尾義陰以来の上杉氏による越中支配が終わった。前田氏の地下では、青山義次などが城代を務めたが、源名の一国一条令により、廃城となったとみられる。現在、本丸跡地は、大町小学校跡、二の丸跡は、魚塚に裁判所などの敷地となっており、遺構はほとんど残っていない。明治初期には、 堀や土塁などが残されていたが破却されている。ウオズ城や松倉城周辺には数多くの城石がある。現在のウオズ市内のみでも、ツボ城、北山城、マ北宝城、天神山城、小菅沼城、水尾城、水尾南城、石の門などがある。ウオズ市の文化財リスト、ウオズ市公式 HP ハットと山城各カードが完成しました。 トナミ市公式 HP ハット、と山城各カード一覧トナミ市公式 HP ハット、ウオズの楽しい絵ほどき歴史40ページ、ウオズ城の戦い戦国時代より、ささけは、養子や兄の一族が、細川氏、水戸徳川氏、植杉氏などで存続。同年発生の死者まで出した、ガムウ騒動に伴う植杉家の東神原と、新川の交換による。このため秀吉もしくは、 豊臣家からの新川軍の領地反物がなくにも、家造や城の受け取りを記した記録はあるが、抗議の領地当てが以などは現損せず、江戸時代に、徳川幕府から、越中国の返上を迫られる一員にもなる。角川日本地名大辞典16と山県10月8日、角川書店発行147ページ、魚寿市に、天正元年4月に、貝の武田信玄が病没し、 上杉謙信が越中及び、加賀の半ばを制圧し、ウオ城外にて読むと記される。ウオズ市ホームページ、天地人とウオズ、ウの城ほか、ウオ古城上絵図による。ありがとうございます。